松下玲子は売れない人です。正義の人です。そして信念の人、きっぱりと物を言える松下玲子です。武蔵の大接戦になっておりますね。松下玲子さんは都議を2期やっております。そしてその間に妊娠して出産して、あ、もちろん旦那さんのお子さんですよ、妊娠して出産して、まだ目下まだ子育て中です。そしてね、小さい時から1歳2歳ぐらい1歳の生き方をやったの、はい、お腹にいる時からね、我が子のために読み聞かせをやっている、これって大事なんですよ、ね、ブラームスやモーツァルトの名曲も最強になりますけれども、本当はお腹の我が子のために、そして自分自身のために、妊娠中はやっぱり精神がいろいろ動きやすいでしょ、のために読み聞かせやるのが一番効果あるんだ。なぜかといえばね、お腹の子供は多分4ヶ月、5ヶ月になると専門家の話ですよ、お母さんを認識するんです。だから直接つながっている、ね、お母さんの声を認識しているから、読み聞かせがとても大事になるわけです。皆さん、まずは竹学園森友学園国会の状況でございます。文書はなくす、文書は隠す、文書は廃棄する、こんなことありえるわけないですよね皆さん。そして萩生田区長官は文科省の役員が自分が言ったことを記憶間違いでまさに改ざんをしたかのように言って役人に責任をなすりつけました。私は菅さんのもとで官房副長官をやらせていただいたので一番よく分かっています。萩原さんが言われるようなことは絶対にありません。日本の文科省の役員が副長官の言ったことを適当にメモするなんていうことはありえないと思います。ところが皆さん、安倍さんはあの勇気を持って発言をされた前川前次官の承認官房も逃げました。国会の集中審議も逃げました。そして全て逃げ回って、そして皆さん今うやむやにしようとしています。それはやっぱりダメだと思います。保育園に入りたくても入れない大ヒット、武蔵野では今年120人いらっしゃいました。私簡単にこの数字で言うことにすごく抵抗感があるんです。それはその数字の背景には入ることができなかったお父さんやお母さん、仕事を続けられない、やめなくちゃいけないかもしれない、育児休暇延長できるかって一人一人の家族があって生活があるんです。待機児童ゼロは必ず受験をしなければいけないって思っています。東京都ならやる気を出せばできるはずなんです。子育て支援は決して子供を育てているお父さんお母さんのためのものじゃないと思っています。子育て支援は未来への投資と続けて私は取り組んでいきます。